どうも皆さん、ペペスペです。やあやあ、マリサだぜ。惑星サマーセールが来ましたな。はじめは各国の半額セールとモジュールとかだったな。7月2日からはストアのセールだけど、これと言って欲しいものがない。プレアカの半額とか来たら買ったのにな。コンソレや、で、なんで半額セール対象外の車両を買っているんですかね。聞く?まあ、その、面白そうじゃん。もうちょい開発に貢献できる車両を買おうぜ。あ、はい。そして今日もキルに飢えた愉快な仲間たちとの分隊だよ。説明のフレーズがサイコパスすぎんだろ。今までの分隊動画見てると間違ってはいないじゃん。間違ってはいないが間違ってるわ。ってことでよろしく。てか今回乗っている車両って偵察車両だよな。偵察車両なのにスポット機能ついてないよくわからない車両だよ。もはや偵察ではなく偵察と思えてくるわ。見つけた車両はその場で蜂の巣にしましょうね。偵察とは何だったのだろうか。そういえば最近村中に嫌えてないな。今あいつはイギリスで葉っぱ決めてるから来ないんだよね。字幕に悪意しか感じられないんやが。彼はロイヤル麻薬店を出して変わってしまったよ。なんで最後はロートルねん。話が脱線しすぎたので車両の解説に戻ってくれ。機関砲は2号戦車 F と同じ高レートの機関砲、そして 7.7mm 機銃がついてるよ。車体はチェコスロバキアを使用していて意外に耐えたりするのと、乗員は4名いてこれまた硬い理由かもしれない。でもいろいろと難点があって、区画が取れない、2号戦車より遅い、偵察の際に左右が網に邪魔されて視界不良。なんでこんなゴミ買ったんだよ。でも使い慣れるとこれまた強くてなんちゃって対空マンにもなれるから、買って損はないかな。区画に関してはソ連戦車使っていればなんとなくわかるしな。それにあまり見かけない車両だから相手も対処の仕方わからないでしょうし、そんな中私は買ってないんですけどね。おい、敵が B 方面攻めていたのか。 C 方面には誰一人来なかったよ。じゃ拠点制圧しちゃいましょうね。拠点制圧の準備をくれ。スコア的にもひどいしな。そして相変わらず周2機はカラフルだけど、ある2機がカラフルって、青い巨星がいるのであれば赤い水星もいなきゃね。じゃあ黒い三連星もいなきゃだな。真空の稲妻も欲しいな。視聴者がわからなくなるネタやめろや。そんなこと言っていたらまだ B 方面に敵がうろちょろしてるのか。気持ちいい。連射力がエグすぎる。多分このまま敵は A 方面に流れそうな感じですね。 B 拠点はあれだけいればシュできるし、 C 方面はヤマト2機がいるから大丈夫でしょ。なんか私の役割重くね。というかもうほぼ敵のリスにいるだけなんだよな。敵が攻めるとしても A 拠点から B 拠点に出し、 C 拠点ヤバいとなったらヤマト2機がアラームしてくれるから、私たちは存分にキルができる。もうどうしようもないな、この分隊は。正面から M8 来たぞい。キャッター、敵だ、キルだ、スコアをよこせい。ははは、呪ったぜい。あと、見つけたの私なのに。かわいそうな M8 くん。もう完全にリスキル祭りになってます。お、あれは BT7 じゃないか。こんなギリギリラインで狙えんのか。当たらないと思ったら届いたわ。拠点にまだ残党がいますね。A 拠点に一両流れ込みましたね。A 拠点に味方いるし大丈夫でしょ。味方が倒されたら敵を倒しに行けばいいのだから。ははははは、味方を探知機ぐらいにしか思ってないのか。おっと、発砲円確認。こちらペペスペ。こちらアルミキ、スチュアートの奥に BT いるから気をつけてな。とりあえずスチュアート君対処してからやな。砲塔内潰したけど、アルミキの方向から倒せない?ちょっとキリですな。さっさと倒さないとアヒル来るぞ。わかっているけど、車体が見えないから倒せないんじゃい。 C 拠点側の道から援護しますね。あたぞ、多分まだ奥に BT いるはずだから進行するか。了解。いい具合にリスキル祭りになってるな。うわ、イギリス戦車が飛び出してきた、援護よろしく。かしこまり。助かったわ。さてあとは B1 だけど、ヤマト2機から見える。こちらが兵と高すぎたので狙ってきてますね。ならば今のうちに突っ込んで側面取るだけやな。アヒル以外に湧いているので倒しておきますね。了解、よろしく頼む。ペペシュ2機がキルを上げるだって。 OK、 倒しておきました。さあ、あとは引きこもりのアヒルだけど煙で見えねえ。これはゆっくり進んでいくしかないなと思ったらいたわ。全然こっち見てないから今しかない。初段から変なところ当ててるし、しょうがない。攻めますかな。突撃隣の晩御飯。ぶっちゃけ側面から抜きたいけど、撃たれないかが心配だわ。おら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 、こっちを見るんだよ。よし、側面取れた。抜き抜きしちゃうよ。うめえ。敵が湧きませんな。こちらペペシペ。こちらアルミキ、後方から敵が来てる。援護よろしく。え、なんでこの状況で抜かれてんだ。あ、やべえ、砲塔内倒されていら。こっちは砲塔内使えていら。さて敵がよく見えないんだよな。あ、ちょうどよく草なくなったわ。さあ、お仕置きの時間だ。うわ、やられた。変速機ガードやめちくり。あ、あかん、機銃合戦は始まっとる。弾が切れてリロードまでのこの虚しい戦い。よし、リロード完了。炎上だけはあかんぜ。あれ倒してないか。あ、あれ、いつの間に倒したんだ。なんかずっと右側からエンジンオンするんだよな。うわ、B1 だったのかよ。終わったな。私のキルを奪った報いを受けるのです。あ、あかん、こんな敵一人じゃ抜けないよ。さすがに重戦車相手に機関砲は無理だわな。どうにかして敵の側面か背面を取れればいいけど地形が悪い。これは岩場を壁にして逃げるしかないな。
お、今君撃ったね、撃っちゃったね。よ、煙で見えねえ。前で設定いいとは言ってないぞ。何一人でやってんだよ。中戦車兄貴が少年投稿向けてオスオスするの怖いよな。しかもどんどん追い込まれてて逃げ場がなくなっている。もう、少年抜けてくれー。残念、選ばれたのは理体でした。コーナーや、機銃で応戦じゃあ。無意味なんだよな。オラオラ機関砲くらえ。え、ふ、ははは。ははは、中戦車など敵ではないわ。岩場に挟まれる寸前だったけどな。ってことで2戦目やで。なんかリスキル祭りで押し倒しただけだから消化不良。まあ、序盤であれだけ押し込んでたら勝った気もしないからな。経験値とライオンはうまうまでしたけどね。課金者用なだけあってお小遣い稼ぎにはちょうどいいかも。経験値は入ることには入るんですが、開発しているランクが。ね、低ランク課金者用は正直趣味と興味本位でしか買ってないよ。人はそれを無駄遣いって言うんだよ。カレリアの初手砲撃支援ペッペ。初手で軍隊全員で砲撃支援拠点周りに撃ったら抑えられるんでね。それは低ランクに限るだろうけどね。カレリアなんかはリスキがかなり近いですし、ありかもしれませんね。当たるかはとどまってくれたらだけど、このランク帯の立ち回りだし初心者なら立ち止まって撃ってくれるでしょ。最近初心者 RB 多いからな。人口が増えることはいいことや、SB で国の車両把握しないでバスバス撃ってくる見方は嫌ですけどね。中戦車なら2回出せるけどさすがにイラッと吐きますね。キルされることによって初手の行動が遅れるところがきついし、なんといっても戦場の状況把握が難しいところが難点なんだよね。あ、砲撃支援当たったわ。こう考えると初手 C 方面に砲撃支援4連続で落としたら、初手の敵の大半倒せるんでね。絵にはならないかもしれないけど、稼ぎにはちょうどいいかもね。A 拠点周りに敵が進出し始めたな。こちらペペシペ。こちら周2機、私の左側下に敵が2両いるわ。了解、援護に向かうわ。よし、砲塔内は倒した。ならば私がとどめを刺しちゃる。おめえにあげるキルはねえ。あちょちょちょ、逃げんなよ。さっき匂いって言ってなかった。よし、炎上したって手前の岩場にいるじゃねえか。今さっき言ったことを忘れるのは伝統。あばばばば、なんてペペシュニキの弾を私が食らわなきゃあかんねん。いいに、壁だ、たよ。オラオラ機関砲で風穴開けちゃる。砲弾食らってもほとんど被害ないな。2号より耐えるから接近戦はいいかもしれない。ただ砲塔狙われちゃうときついけどね。全身も後退も大して早くないから逃げれんしな。暇だからまた谷の敵拠点付近に砲撃支援ペッペ。そんなやたらめったに当たるもんじゃねえだろ。当たったら美味しいなぐらいの運試しだからさ。当たっちゃったよ。運がいいのか悪いのか。なんか気がついたら、完全に押し切っちゃってる。そりゃあんなに初手から砲撃支援で倒してたら敵も動きたくなくなるだろ。倒されることによって味方がどんどんリスキル祭り更新しちゃいますからね。こちらアルミキ。こちらペペシペ。アルミキ側にイギリス戦車行ったぜ。あ、マジ？どこら辺？下って行ってたから真下とかじゃね。敵拠点付近まで来ちゃったから動くに動けねえ。そもそも深くないのになんでそんなところ登ったし。あ、自分の正面におったわ。これは側面から風穴開けちゃいましょう。チャンスじゃないかな。バーゲンセールみたいな言い方やめれ。アルミキは確認できているけど敵が見えんのと地形がクソ悪い。おい、誰だよこんなところに木を植えたやつは。運営しかいないだろ。あ、ペペシュニキ割り倒したわ。ボキのキルが決してお前のじゃないけどな。もうカレリア最後の光景になりつつあるな。マップの性質上こもれるようになっているから仕方ないな。顔出したところ狙うしかないですからね。もうちょい DR 上がれば爆撃してしまえばいいんだけど。あーソ連のゴトンが降ってくるんじゃ。マジあの悪夢は嫌だわ。リス内に M22 個持っているんですよね。序盤に出して暴れる車体を最後に出す意味とは。突っ込んだ味方がことごとく散っているんですよね。こっち狙ってきてくれれば嬉しいんだけど、そんなこと言っていたら奥の味方を狙い始めてきたな。あぶぶぶぶ、耐えてくれたからよかった。次顔を出した時が貴様の命日だ。お前の命日の間違いじゃないのか。倒せちゃった。もう終盤出しおかわりチャンスはないかな。左側になんか走ってるぞ。ソ連の BT シリーズはおかわり確定やん。敵を見つけた時いつも嬉しそうですよね。おかわりありがとうございました。そしてチケット切れで試合終了。てことで6キル3アシストで、使ってみた感想はそこそこ強い。弾数は少なくとも貫通力と連射性能でカバーできるからね。 AB なら余裕で対空マンできるから変に器用貧乏になりそうだけどね。1号対空よりかは生存率高いからいいかとは思いますよ。そして軍隊で上位独占会な。連携して動いてたから当然の結果っちゃ結果じゃない。序盤でスペニキが谷川リスを砲撃支援で抑えちゃったから谷川の前線崩壊してたからね。てことで今回はここまで。高評価、チャンネル登録お願いします。高評価チャンネル登録でうつ主のやる気が上がりますので、よろしくお願いいたします。では、さよなら。